にちは、新古美術文大の谷部です。今日ご紹介するのは、金瓶なんですけども、金瓶っていうのはですね、まあ、いわゆる純金の塊からできてるんですけど、例えば金買取で検索して、出てくるようなお店に、持ち込まれると、やっぱり、金相場を基準に考えられるので、まあ、今日ご紹介する商品でいくと大体、350万から390万前後の間で、買い取りをさせていただくんですけども、我々は金瓶を、金の価値で判断するんではなくて、作家で、判断をさせていただくので、もうそれだけでですね、50万から100万ぐらいですね、変わってくることもありますので、もし金瓶がご自宅にあればですね、まずは、我々のような骨董商にですね、ご相談いただければなと思います。じゃあ今日ご紹介させていただくのはこちらですね、北村製鋼のですね、金瓶ですね。以前にもですね、紹介をさせていただいたんですけども、まあ非常にですね、貴重な商品ですね。まあ相変わらず二重箱で、まあ塗料歯科方式なんですけども、よいしょ、こちらですね、一本打ち出し、純金売り型瓶ですね。はい、これ北村製鋼の略歴かな、略歴というものが入ってますね。じゃあ早速出していきたいと思います。ちょっと非常に高価なものなので、かなり厳重にしまってるんですけども、ちなみに裏には北村製鋼の名刀楽観ですね、入ってます。前回紹介させていただいたものよりですね、100g ぐらい大きいかな。まあこんな感じですね。北村製鋼らしいですね、ここですね、打ち出しの口と、豆型の下げ手とですね、まあこれはもうほんと全てが純金ですね。で、裏側には北村製鋼の缶が入ってますね。金鋼北村製鋼像ですね。そして、裏には、北村製鋼の顔と純金印ですね、きちんと入ってますね。で、こちらの商品はですね、一応ですね、我々も成分検査という形で X 線検査かけて、もう間違いなく純金だという証明も取れてますので、まあ、非常にですね、まあ、高価な商品ですね。はい、というわけで今日金瓶をご紹介させていただいたんですけども、こちらの商品をお売りいただいた方はですね、実はありがたいことにですね、前回、北村製鋼の、YouTube をアップしてるんですけども、その YouTube を見てですね、ご連絡をいただきました。そして、そこからですね、弊社の LINE 査定を使っていただいて、まず写真を送っていただいて、そこからちょっとお電話でお話をして、実際に、お宅にお伺いをして買い取りに至ったという形でですね、まあ今非接触非対面ってよく言われてるんですけども、まあ弊社はですね、一応、まあ、YouTube で、紹介をしたりとかですね、で私自身も出てますし、その私がですね、実際にお伺いをするんですけど、その間にですね LINE 査定だったりとかビデオ査定だったりとかですね、お電話でですね、まあ、ある程度のですね、査定ができますので、まあそういったサービスをですね、今後もご利用いただければなと思っております。それではですね、まあそういったことがあればですね、新古美術文大で、検索をしてみてください。